皆さんこんにちは、レクセニコシの森山です。で今回は、行政書士と司法書士、合わせて持ってるとこういうことがいいよとか、あるいはこれから行政書士司法書士目指そうって方が、それぞれどんな業務なのかということをですね、お話をしていきたいと思います。で私が予備校の講師としてお話をしてもしょうがないですから、私のクラスで、短期で合格されて、今行政書士司法書士の事務所でこう頑張っていらっしゃる、鈴木さんですね、こちらの方をお呼びしていろいろ聞いていくといった形になるかなというふうに思います。40分ぐらいですかね、お話をして、その後質疑応答みたいな形で、実務でこんなことをやってますかとか、何か質問があればぜひ聞いていただければと思います。ではまずお願いします。で自己紹介の方からじゃお願いします。鈴木さとこと申します。現在都内の行政書士司法書士法人で勤務をしております。私は行政書士の試験に2017年合格になります。2018年の合格発表のあとすぐ後にですね、実はこのこのガイダンスに出たんですよ。2018年に行われた、で初めて、その時森山先生にもお目にかかったんですけれども、そのすぐ後に司法書士の試験の勉強を始めまして、で2020年でちょうどコロナで延期になってしまった年に当たるんですけれども、その年に合格をしまして、去年の4月から、現在の法人で働いております。ありました。2020年の試験で合格で、その日はその年はもう3ヶ月ぐらい試験延長でしたよね。そうですね、大変でしたよね。大変でしたね。私は子供が今7歳、もうすぐ8歳になるんですけれども、ちょうど行政書士の勉強を始めた時は3歳だったんですが、でちょうどその子が小学校に上がる年に、コロナになりまして、で7月に予定されている司法書士の試験が、9月に延期になって、9月の終わりの方に延期になって、でちょうどその司法書士の試験のために追い込んで勉強していたしようとしている時に、学校が始まらないっていう事態になりまして、子供を抱えてどうしようっていう途方に暮れつつ、合格した年になります。大変ですね。大変なんですけど、やればできるのかなっていう、努力は裏切らないかなっていう、あとは運もあるとは思うんですけれども、運を引き寄せようっていう気持ちとかもあれば、叶う試験かなと思います。今司法書士の法人だって言いましたけど、それは行政書士もやってるんですか？そうですね、両方ありまして、ただ、代表が一応始めた人が司法書士として始めた事務所になりまして、最初はですね、なので、行政書士としての仕事はそこまでボリュームはないんですけれども、行政書士の先生とも机を並べて仕事をしている環境になります。法人名は司法書士法人なんですか？司法書士法人と行政書士法人、両方並んでるんですね。でどんな業務を今やってますか？今はですね、メインは司法書士の業務になるんですけれども、相続ですとか不動産の登記の仕事ですね、あとは署内で唯一会社の仕事をする、チームに所属しておりますので、法人関係の登記の仕事ですとか、あとはちょっと私はもともと外国語を使った仕事を長くやっておりましたので、署内のその外国語関連の案件はもう鈴木にっていう感じで、今流れてきているっていう感じですね。そうですね、やっぱりそのメリットというか、その得意分野があると強いですよね。そうかもしれないですね。なるほど。はい。で、外国語の案件ってどんなのがあるんですか？そうですね。単発でですと、例えば翻訳をしてほしいとか、株主総会議事録の翻訳をしてほしいとか、外国の会社とか。そうですね。とか、海外にある会社が日本に進出をするっていうことで、日本に子会社を設立したいからその案件をやってくださいとか、そういったことになります。なるほど、そっか、会社関係だとそんな感じが多いですよね。そうですね、あとは不動産関係ですと、不動産を売ったり買ったりして、その現場に司法書士が立ち会って、で売る人がそのなりすましで勝手に土地を売ってないかなっていうのを必ず確認しないといけないっていう仕事が、司法書士の資格を持っている人がするっていう業務があるんですけれども、その売り主さんが外国の方だったり、買い主さんが外国の方だったりっていう時に、英語でお話をしたりっていうのがあります。それどんな仕事をしたんですか、英語の前ですか？はい、前はですね、教育機関とあとは商社の方で勤めていたんですけれども、
まあ、あの入管に関する業務もその中にありまして、うん、はい、まあ、ビザとかそういったこともやっていました。 あ、はい、あとは、まあ、海外の人事部とのやり取りをしたりとか、はい、うん、そういう仕事です。はいはい、で行政書士をその2017年ぐらいかなで目指したってことなんですけど、はい、そのあたりとも関連して目指したってことなんですかね。はい、あ、そうですね、はい、あの、まあ、ちょうど、子供が生まれて、あの、うん、まあ、仕事と育児をしながら働いていたんですけれども、まあ、ちょっと大変になってきたのでパートにあの仕事を切り替えたっていう時期だったんですけれども、うん、まあ、私はすごくその入管に関する仕事が好きで、あのずっとやりたいなって思っていた仕事だったので、ちょっと若干悔しいなっていう気持ちがありまして、まあ、なのでまあ独立してあの資格を取って、あの自分でそういう入管の仕事ができるっていうことで、あの行政書士の仕事を知りまして、うん、はい、でその時にあの強い勧めがありまして、はい、友人からの、はい、目指すことになりました。なるほど、はい、で行政書士も何回ぐらい受験しました？はい、行政書士は1回です。あ、1回で、はい、で受験合格して、はい、でその宿泊会かなんかでお会いしたんでしたっけ？あ、違うかな。どっかでお会いしましたよね。会いましたっけ？先生なんかおっしゃるんですけど、私忘れてる。あ、そうですか。で、司法書士目指そうみたいな話は聞いた記憶があるんですけどね。はい。はい、で、司法書士の勉強を始めたと。はい。で、司法書士目指そうと思った理由は何ですか？はい、そうですね。まあ、一番大きな理由はですね、うん、行政書士 の、 あの勉強をしていた時に初めて法律の勉強をしてすごく面白かったっていうのがありまして、うん、はいはい、で、まあ、まあ資格も取れたし仕事もできるしっていう状態になったんですが、もうちょっと勉強したいなっていう気持ちがすごく、あ、なるほど、すごくあって、はい、むしろ司法書士ってこんな仕事だっていうよりは、はい、法律を勉強したいってところが強いですかね。はいはい、そうですね、そうです、はい、でちょうどそのまあ、合格発表すぐ後に、うん、この、 あの行政書士合格者の皆さんステップアップどうですかっていうガイダンスに私もこれにちょうど出たんですけれども、うん、その時は司法書士自体何をする人だなのかっていうのはよく分かっていなかったですね、うん、はいはいはい、はい、ただまあもっと深く勉強できるかなっていうのと、うん、あとはまあその当時の私の認識として、その司法書士の先生っていうのはより広報的な考え方が身についていたりとか、うん、あとはまあ会社とか税関係とか、法改正が結構頻繁にあるんですけれども、そういう改正に対するアンテナの高さ、あと対応力っていうのが、うん、やっぱり行政書士よりも優れているなっていう印象が個人的にはあったので、うん、まあぶっちゃけですね、受かるとは思わなかったんですけど、ね、司法書士っていうのは当時 3% ぐらいですか、うん、そうですね、はい、合格率で、うん、まあ無理かなとは正直思ったんですが、でもまあ行政書士として勉強し、勉強じゃない、仕事をしていく上でも勉強したことは無駄にならないかなと思いまして、はい、はい、挑戦に決めました。はい、はい、ありがとうございます。で、行政書士の勉強してから司法書士の勉強を始めたってことなんですけども、はい、まあ多くの方が今日行政書士から司法書士やろうかなと思ってると思うんですが、ちょっと学習面の話に戻りますけども、はい、なんか役立ったことってあります？はい、行政書士の試験これやっててよかったなみたいな、はい、まあ、これ人によって意見は分かれるところではあるんですが、はいはい、私は憲法と民法が主に、うん、すごく役立ったと自分では思っています。で、特にまあ憲法に関しては行政書士よりも、あ、違う、司法書士よりも行政書士の方が なんか厚くやるんですよね、深くっていうか。そうですね、行政書士の試験見てると、はい、司法書士は出なそうな判例も結構出てますもんね、はい、そうなんですよね、うん、なので、まあ、テキストを見比べても行政書士のテキストの方が憲法は分厚いんですよ、うん、はいはい、で何が違うかっていうと、その範疇の部分をやっぱり細かく書いてくれてあるので、私は司法書士の勉強を始めてからも、うん、テキストは行政書士のテキストを使って時々判例読んだりとか、あとはその、まあ、憲法って改正がないから、うん、その当地の分数っていうんですか、定則数は何分の何とか、そういうのは行政書士時代に使っていた語呂合わせをそのまま使ってっていう感じで、うん、そこまで時間かけずに済みました。なるほど、はい、あとは民法ですかね。民法ですね、うん、民法はですね、まあ、皆さんもご経験あるかと思うんですが、勉強し始めてから結果が出るまで結構時間がかかる科目だと思うんですが、まあ、その経験をすでに行政書士の方で終えていたので、司法書士の勉強を始めてからはですね、割とスムーズに司法書士ならではの論点とか、うん、
行政書士の時は旧民法で受けたので、司法書士の方に来てから改正論点の方に時間を割いたりとか、そういったメリットはありました。うん、民法さすがに司法書士の方が難しいですよね。難しいですね。ただまあ債権は同じくらいかなっていう印象ですね。はい。まあ、情報量が多いですからね。そうですね。まあ、難しいというよりは覚えなければいけないことが多いというか、はいはい、そこの分野もやるのかみたいなところですよね。はい、そうですね。だけどやっぱり一番大事なのってその基礎の部分が分かってるかどうかで、行政書士でちゃんと一周してるからその上乗せ論点も覚えやすいですよね。そうですね。かなり有利に働くかなというふうには思いますね。はい。はい。で、行政書士と司法書士の勉強で今度は違った点ってあります？違った点は、やっぱり範囲の広さ。範囲の広さ。はい。はい、まあ、テキストの冊数で言うと、どのぐらいですか、うん、2倍以上ですか ?15 冊ぐらい司法書士あって。そうですね。うん、市販されてるテキストはよく5、6倍って話はするんですけど、行政書士なんかだと、まあ、それで受からないっていう話も多いんですけど、大体2冊組なんかで。売られてますよね、全科目で。で、司法書士だとよく民法だけで3冊組とかですから、12、3冊組あるので、はい、本当にかなりの分量があるかなって感じはしますよね。そうですね。司法書士の試験の難しさって分量なんですよね。で、講義の回数なんかも130回ぐらいありますからね。そこはやっぱり司法書士の勉強始めて多いなって感じがしました。すごく多いなと思いました、ね。はいはい。過去問も、行政書士はウォーク問っていう、法令科目すべてが一冊になったのを使っていたんですが、司法書士の方に来たら合格ゾーンという民法だけで3冊、はい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 、あるような、もう過去問だけでこんな風になっちゃうっていうので、うん、まずはこう量に圧倒されて、うん、でそこにちゃんと向かっていこうっていう気持ちをこう作るっていうのが、うん、かなり違う部分ですね、はいはいはい、でそこで何か工夫したこととかあります？はい、そうですね、まあ、行政書士に合格されている方もそうだと思うんですけれども、まあ、一回その経験をしていて自分 の, その効果的な勉強法っていうのが分かっているっていうのが強みとしてあると思うんですけれども、はい、私はもうその部分をフルに活用して行政書士の時に、はいはい、分かった自分の攻略法みたいなのはすごく役立てましたね。例えば、まあ、私は家事育児があるので、うん、例えば洗濯をしながら講義の録音なんかに聞くとか、はいはい、まあ、人によってはその聞くよりも見て覚えた方がいいっていう人もたくさんいると思うんですけど、うんうん、そういう人にはそういう方法がいいと思うんですけど、であとは過去問を解いたら必ずテキストに戻るとか、うん、その方が私は身につくなっていうのが分かっていたので、もうそこは迷わず自分のやりやすいやり方を選択しました、はいはい。まあ、基本の勉強はどの資格も一緒ですからね、うん、そうですね。まあ、それも大学受験から始めて、うん、まあ、高校受験もそうかもしれませんが、うん、問題解いて覚えてっていうのは全部一緒なので、やっぱり行政書士の試験合格の経験があるっていうのは一番大きいですよ ね、 大きいですね。でしかもその勉強法で受かったっていう成功体験がありますから、うん、要はまあ、そのゴールへまでの距離が違うマラソンですけど、ゴールまでこのぐらいあるからこのぐらいでゴールできるなとかいう感覚が分かってるわけですよね。ですから、まあ、それは大きいかなというふうには思いますよね。で、まあ、分量が多いのでやっぱり時間もかかるし、まあ、大変な試験ですよね。で、今育児の話ありましたけど、その育児なんかと並行しながらやっぱりその隙間時間に勉強したりしたわけですか？はい、そうですね、はい、その家事の時に講義を聞いたりだとか、はい、それも工夫してたわけですよね。もうそうするしかないっていう感じで、もう皆さん突入してしまえば前を向くしかないので、うんうん、何かしら自分の方法を工夫して時間を作ってっていうふうにやっていくんだと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい。まあ、そんな形で勉強して、まあ、両方の資格取ったということですね、はい。で、今中心としてやっぱり活かしているのは司法書士の資格ですよね。あ、そうですね、はい、うん。で、行政書士は使います？はい、あ、ですね、うん、私は今の事務所では登録はしてないんですけれども、はいはいはい、まあ、事務所としてやってるのはその例えば宅建 の、 免許の更新とか、はいはいはい、あとは何だろう、あれ、あれです、海外関係の名前が忘れちゃいました。入管の、あ、そうそうそう、入管、なんで忘れちゃったの、入管の業務とか、はいはいはい、はい、ですね、はい、なるほど、はい、で、まあ、うん、あとはまあ、まだ私は着手というか、はいはい、まだ受けたことは私は経験はないんですけれども、うん、その海外の子会社の設立の、はい、
場合ですと、うん、まあ、司法書士としてそのどういう会社を作るかとか、うん、そういったあの打ち合わせをして、で実際に設立の手続きをして登記をしてっていうところで、まあ司法書士としての仕事は終わるんですが、例えば海外から役員の方が来るとか、あのそういうことになると今度はビザ、はい、日本での就労ビザとか、はい、っていう関係になってくるので、そこではやっぱり行政書士の先生があの手続きの代理をするっていうふうになっていくと思います。なるほど、はい、司法書士って本当にこう手堅いというか、登記の仕事とか設立の仕事とかも分かりやすい、まあ、法務局に対する申請なら司法書士って感じでもうかなりカチッってなってますけど、行政書士ってなんかその周りを固める感じでいろいろできますよね。そうですね、すごく幅広いですね、うん、だからもう行政書士の事務所って何やってるか分かんないところがこっちもあって、あの先生ここ得意なんだとか、あドローンの申請してるんだとか、まあ、いろんなところがあって、まあ、なかなか幅広くて本当にこう両方持ってると強いなって感じはしますけど、あと、まあ、今法人の話ですが、地方なんかで開業するときに、あの農地を売却するときには農地の許可なんかは司法書士取れないので、司法書士が取ったりとか、あとは設立の後の許認可なんかもそうですよね、はい、いう形で、まあ、両方あるといいかなって感じはしますよね、まあ、一人で持ってなくても、まあ、そのパートナーだとか、あるいはもう本当に行政事務所とこう提携をするというか、ああいう形でもいいとは思うんですけれどもね。で、あの、まあ、司法書士ってじゃこれから目指そうかなって方が一つ不安になるのが、これからまあ AI の時代なんかで将来性大丈夫なのとかよく言われることがあって、私も大丈夫ですよとはお答えしてるんですけど、実務家から見てどうですかね、はい、そのあたりは、はい、そうですね、私もそれは実は気になっていたポイントではあるんですけれども、ただまあその AI 化っていうの流れっていうのは、そのどの業界でもあの向き合っていかないといけない課題で、はい、決してその司法書士業界に限ったことではないかなというふうには思うんですね、で、今、まあ、幸いにその事務所の方もたくさん仕事がありまして、私も忙しくさせていただいているので、もうこの辺は IT ができないのかっていう、逆にAI がやってくれないのかってあの逆に思うようなところもありまして、あのそこまでですね、あの恐れる必要はないのかなと現時点では思っています。はいはい、であの司法書士のそのやっぱり一番大事な仕事っていうのは、あの自分たちのやろうとしていることがその法的に問題がないのかとか、あの本当にお客さんのためになるような、お客さんに寄り添ったあの仕事の内容になっているのかとか、あとは、まあ、自分たちのやっていることにあの本当に社会の役に立っているのか、社会のためになっているのかっていう部分がやっぱり一番大事なところだと思うので、そこってやっぱり機械にはあのできないし、あのその AI がその人間の感情を持つとか、そこを超えるものを持つようになるまでは、なかなか取って代わることはできないのかなと思っております。なるほど、はい、なんかやってること自体は登記申請なんて申請書なんても機械的な感じがして、コンピューターなんかでやってますけど、やっぱり現場に行くと結構人間的な仕事ですよね、はい、そうですね、うん、はい、決済なんかも行きます。決済も行きます。決済なんかもやっぱり、まあ、これもやってることは印鑑証明確認したりとか機械的ですけど、やっぱり間に司法書士の先生が入って安心させてあげるとか、いろんな結構人間味がある仕事ですよね、はい、そうですね、うん、この間、はいはい、あの不動産の売買の決済現場に行ってきまして、ちょっと売り主様があのその時お家を売るっていう売買だったんですけれども、うん、あのとても細かい方で、あであの不動産会社さんとあの、うん、売り主さんのやり取りをしている中でも、これってどうなんですかって、本当に大丈夫なんですかっていうことをあの結構心配してあの確認される方だったんですね、うん、で先生どうなんですかっていうことを言ってこられるわけですよ、はいはいはい、でまあ、私としてはその不動産会社さんのおっしゃっていることっていうのは、うん、まあ、専門外のことではあるんですけれども、はいはい、ただ、まあ、あのまあ、国はこういう方針ですよとか、あのここの分野は私たちもこういうふうに対応していますよとかっていうのをあの言ってあげることで、みんなが安心してその取引に臨めるっていうことで、まあそういうなんて言うんでしょうね、実際にそのお金が動くとか書類を書くとかっていう以外の部分でも、その存在意義っていうのはあるんじゃないかと思います。そうですよね、あ私も決済であの買い主さんが細かかったことありますね、この契約書の貸担保って何ですかとか、あ、はい、もし今火事があったらどっちが払うんですかとか、全部なんか講義の後の質問かみたいな感じのことがありましたけれども、まあそうですよね、安心させてあげるってことは大事ですよね、まあ、相続とかでもそうですもんね、機械的に戸籍を見て登記をするのではなくて、遺産分割でちゃんとこう
揉め事がないように見てあげるとか、まあ、いろいろやっぱり人間味がある仕事かなというふうに思いますね。はい、で将来性で言うとやっぱり今忙しいですよね。忙しいですね。司法書士足んないぐらいですから、はい、まあ、本当にそのあたりは将来性が、まあ、将来、まあ、10年20年の先のことは誰も分かんないですけども、はい、まあ、今とにかくそれで仕事がないとかいうことではないのかなというふうには思いますね。はい、ありがとうございます。で司法書士になって良かったことってあります？司法書士良かったことは、うん、まあ、非常に現実的な話をしますと、はい、就職に困らないことですねっていうのがまず一つ目になります。で私は、まあ、冒頭に申し上げた通り子供がまだ小さいので、うん、バリバリ働くっていうのがなかなか難しいんですね、うん、主人もほとんど家にいないような仕事をしておりますので、はい、どうしても早く帰って子供にご飯を作ってあげて寝かせてっていうのをしないといけないので、うん、まあ、そういった面でですね、一回正社員を辞めて子持ちが再就職するっていう時に普通一般企業だったら正社員で再就職って難しい、しかも時短勤務今させていただいてるんですけれども、うん、時短勤務の正社員で復帰するってまずない、うん、非常に難しいかと思うんですけれども、まあ、それが可能であったっていうのはすごくありがたいことだと思っています、はいはい、すぐ決まりました？就職は。すぐ決まりました。あ、すごいですね、はい、やっぱり資格があるって大事で、司法書士なんかやっぱり今、はい、本当に人数足りてないですから、はい、資格があるだけでやっぱりそのあたりは本当に強いですよね。そうですね、まあ、うん、特に不動産の決済ってだいたい午前中に、はいはい、12時とか遅くても1時までには終わるので、うん、まあ、資格さえ持っていればその時間だけでも働いてくれればありがたいっていうような、うん、ニーズもあったりします。なるほど、はい、今結構自由にじゃあ帰れたりするんですか？はい、まあ、時間通りに帰ってくださいねって言ってくれる事務所なので。あ、そうなんですね、はい、いいですね、はいはい、他にあります？司法書士の他にはですね、うん、メリットは、まあ、仕事自体私は面白いな、これメリットですか？あ、そうですね、ちょっとわかんないですけど、よかったことですね。よかったこと、うん、はい、そうですね、まあ、もともとですね、まあ、人対人の仕事が好きっていうのもあったので、うん、今は本当に、まあ、もちろん決済現場でいろんな方にもお会いしますし、あとはまあ海外ともメールでですけどやり取りもありますし、うん、今はズームで、ね、やり取りすることもできますし、まあ、そういった自分に合った仕事を見つけられたのは非常に良かったかなと思っています。はい。はい、そうですね。その仕事の面白さって、うん、今は何て言うんですかね、4月に始めたばかりの駆け出しのペーペーなので、まだまだ分からないことがすごく多くて、うん、はいはい、あ、辛いなって思うことももちろんあるんですけれども、うん、その中でも、こう、あ、この仕事についてよかったなって思うこともやっぱり多くあります。なんかあります、はい、あ、もう本当にちょっとした瞬間なんですけど、うん、そのやっぱり 誰も事務所内の誰もこの案件にどう対応していいか、うん、ちょっと分かんないっていう時がどうしてもあるんですよ、はいはいはい、いくつか、うんうん、そういう時にみんなで話して調べて、うん、あ、条文にはこうなってるからこれで問題ないんじゃないのとか、そういうやり取りをして、じゃあこれでいきましょう、で、うまくいったっていう時に、あ、なんか面白い仕事だなっていうのをこう実感することがあります。まあ、やりがいの方の面白さですね。はい、そうですね。うん、はい、なので、こう、やればやるほど多分面白くなっていくし、はい、うん、なかなか飽きない仕事なんじゃないかなと思います。うん、まあ、いいですね。そういう意味でも、いろんな決済やったり、会社の方やったりとか、それなりにこう幅広く今、勉強ができてる感じですね。はい、そうですね、もう勉強したことはそのまま、うん、まあ、生かせるというか、うん、まあ、生かさざるを得ないというか、はい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 、もう商業登記規則の60字条にあったでしょうとか、なんかもうそういう話を、はい、上司から言われたりするので、なるほど、はいはい、確認しなきゃですねみたいな、うん、はい、感じで、もう前に実務課と試験っていうのを教えていたことがあって、はい、うん、まさにその通りだなと思うんですけれども、うん、試験勉強ではあるんですけれども、実務課になるための、まあ、ある意味ふるい分けの試験でもあるし、うん、ある意味その実務課として必要な力を培ってくれる、うん、自分を育ててくれるような試験でもあるなっていうふうに思います、はいはい、そうですね、うん、法律知識
識なんかもやっぱりこんな気合が身につくし、よく短期で受かった人はどのこうのとか言われますけれども、やっぱり受かったってのはそんだけ実務の力があるってわけですから、あの1回で受かった2回で受かったって方も別に短いからみたいなことをよく言われたりしますけども、そんなことはなくて、この本当に受験でやったことはその法律です、うん、はい、もうそのまま役立ちますよね。もう申請書書きますからね、そうですね、受験の段階から、はい、そうですよね、はい、うん、本当に、まあ、そんな感じで受験でやることが役だったと。で、大体仕事覚えてきました？そうですね、あのよく出てくるものは、はい、うん、はい、問題なく、うん、あとまあ事務所のルールを細かいものをもとが、うん、大体OK です。大体 OK な時々ね、なんか見たことないような仕事来たりしますからね、はいはい、そうですね、うん、難易度の高い仕事はいくらでもあるなっていう印象です、うん、1割りは大体決済って設立してとか、はい、役員変更してとか一緒なんですけど、残りの1割りで腕が問われますよね。そうですね、さっき多分話し合ってこれでとか決めたとかいう話も多分そうですよね、はい、そうですね、はい、あとまあ相続関係とかで、うん、やっぱりそのデータな、はいはい、の相続人の方の1人が失踪しちゃってるケースとか、はい、でね、どうやってこう、うん、その失踪を受けて、遺産分割協議書を書いて、それを相続人に送って登記しておしまいっていう仕事じゃないので、はい、うん、どういうふうにこう相続人の方がみんな納得して、うん、あの相続財産をこうの部分が大事なので、はいはい、そこは経験とか、うん、あとは共感とか、うん、ものが物を言ってるなと思います。はい、ありがとうございます。で、そういう仕事をやっていくわけですけども、あのその初代なんかで勉強とかもあるんですか？はい、ありますね、時々。あのうちの時が弊社の代表がすごく勉強好きな方で、はい、はい、はい、うん、でまあ、受験生時代より勉強しろということを常々、はい、言って、あの司法書士にとって大事な判例が出たりすると、あの全員1時間あの空いてる時間に勉強会したりとか、はい、していますね。あと月報司法書士だとか、あ、なるほど、もう新しい改正もたくさんあるし、はい、で新しいスキームとかね、いろいろ見つけなければいけないこともありますからね、はい、それはいいですね。実務でてやっぱり勉強しないとやっぱりどんどん仕事できなくなりますね。機械的な仕事はできても、やっぱりこれから新しい制度とかどんどん検算していくってことは重要ですよね、はいはい、でこれからどうしたいですか？自分の事務所を将来的には持ちたいとかもあります？はい、それは常にあると思いますね、うん、全ての司法書士がどっか頭の片隅にあることじゃないかなって私は思ってるんですけれども。なるほど、はいはい、ただまあ、あの、うん、非常に変化の早い時代でもあるので、うん、あの、まあ、一人でやった方がいいのか、うん、それとも仲間と力を合わせてやった方がいいのか、うん、その自分のやる業務分野によってもまたあの分かれてくるかなとは思うんですけれども、はいはい、そうですね、法人でしかできないこともありますから ね、うん、ありますね、その集団の力というか、はい、うん、はい、で個人の場合だとやっぱりそこまで大きな仕事はできなかったりしますけども、はい、やっぱり地元に密着したような事務所を開けば、はい、また違うこう貢献なんかができたりしますから。そうですね、うん、まあ、私はまだ子供が急に熱出したら休まなきゃいけないとか、うん、その私の代わりになる人がいるっていう、はい、あの職場の環境はすごくありがたい、まあ、今必要な職場環境なので、うん、あのまあ、そういう人にはやっぱり法人とか大勢いる事務所の方が向いていると思いますし、うん、逆に、まあ、あの例えば田舎の方とかで自宅で子供を見ながら仕事ができるような環境を整えられる方だったら、逆にそういう独立っていうのを選んだ方がいいかなと思います。そうですね、うん、あのなんか託児室完備とか言っときながら自分の子供が遊んでるような自分なんかもありますからね、地方の方行くと、そんな感じでまあ選んでいただくって形ですかね。はい、ありがとうございます。でいろいろまあ聞いてきましたけれども、まあ結局司法書士になってよかったってことですね。よかったですね、うん、楽しいです。楽しくやってますか？楽しいです。もう難しいなと思いますけど、うん、あの楽しいです。はい、はい、ありがとうございます。で今日は鈴木さんの方にですね、行政書士それから司法書士になって勉強どうやっていったのか、
で、それからどういう実務をやっているのかということについて聞いていきました。ありがとうございました。ありがとうございます。